第二次世界大戦太平洋戦争アリューシャン方面の戦いアリューシャン方面の戦いは太平洋戦争中日本軍と連合国軍の間でアリューシャン列島周辺で行われた戦い AL 作戦アリューシャン列島は太平洋戦争開戦時の連合艦隊作戦計画では占領または攻撃破壊すべき外核用地として定められていたがこれは 十分に検討されたものではなかった。1942年、第一弾作戦を終えた日本は、AL 作戦も含めた第二弾作戦を立案した。AL 作戦の目的は、アメリカの北方路の進行を阻止するもので、米ソ間の連絡を妨害し、シベリアにアメリカ軍の航空部隊が進出するのを妨害しようとするものであった。 1942年2月の図上演習では、当時開発されたとの情報があった米、大型爆撃機がアリューシャン列島の基地から帝都空襲を行い、その一部が奇襲に成功するという結果が示されたことで、同方面の関心はさらに強くなった。また、同作戦により、 ミッドウェイトキスカ間に紹介機を往復させて、アメリカ海軍空母が近接するのを防ごうという意見の者も,もいたが、軍令部航空主務部員の三代達義も、連合艦隊航空参謀の佐々木明も、霧などの関係から到底そのような飛行紹介は不可能と考え、全くその案は考慮しなかったと回想している。5月25日、アリューシャン攻撃部隊は空母巡洋。 流城を中心とする空母2隻、巡洋艦3隻、駆逐艦5隻の艦隊で、大港を出港した。続いて、巡洋艦2隻、駆逐艦3隻、輸送船2隻のキスカ島攻略部隊が5月28日、巡洋艦1隻、駆逐艦3隻、輸送船1隻のアッツ島攻略部隊が5月29日に、それぞれ出港した。 日本海軍機の空襲を受けて炎上するダッチハーバーのアメリカ軍基地アメリカ軍は暗号解読により日本軍の攻撃を知りロバートシオボルド少将機下の巡洋艦5隻駆逐艦4隻をコジャック島方面に駆逐艦9隻をウナラスカ島に配備したしかし1942年6月3日から7日にかけて日本海軍機による ダッチハーバーに対する空爆及びアッツ島、キスカ島の攻略が行われ、アメリカ軍を撃退した日本軍は領土を占領した。これは、アメリカにとって、第二次世界大戦における初の領土喪失であった。このことは、各地で敗北を重ねるだけでなく、アメリカ本土砲撃をはじめとする本土への攻撃を受けていたアメリカ国民の指揮喪失につながるとして、軍及び政府は、 強い危機感を感じた。6月3日、早朝、龍城の攻撃隊が、ダッチハーバーのアメリカ海軍基地を空襲した。翌4日、日本軍は再度空襲を行い基地内外に、大きな被害を与え、施設や宿舎などを炎上させた。日本軍は6月6日にアッツ島、7日にキスカ島に上陸し占領した。 両党ともアメリカ軍の守備隊は存在していなかった。アメリカ軍は6月10日、アッツ島、キスカ島に日本軍が上陸していることを発見、爆撃機による空襲を開始した。12日には、駆逐環境が爆撃により損傷した。7月5日の海戦日本軍の両党占領に対してアメリカ軍は反撃を強め、7月5日には、 アメリカ海軍のガトウ級潜水艦のグローラーの雷撃で、アサシオ型駆逐艦のあられが、キスカ島沖で沈没、カゲロウ型駆逐艦のシラヌイと、アサシオ型駆逐艦の霞が大破した。さらに同日には、タンバー級潜水艦のトライトンの雷撃で、初春型駆逐艦のコビが、ニア諸島のアガッツ島サボック、岬沖で沈没した。霞とシラヌイは、 それぞれ7月27日と8月15日まで応急修理を続けた。7月15日の海戦7月15日、キスカ島にてアメリカ潜水艦グラニオンが3隻の苦戦艇を攻撃し、そのうちの第25号苦戦艇と第27号苦戦艇を一撃で撃沈した。グラニオンはその後、 再度キスカ島に向かったところを、日本軍艦艇により反撃を受けて7月31日に、撃沈された。キスカ島、砲撃1942年8月7日、重巡洋艦、インディアナポリス、ルイスビル、軽巡洋艦、ホノルル、セントルイス、ナッシュビル、駆逐艦4隻からなる、アメリカ海軍第8.6任務軍が、キスカ島に対する艦砲射撃を行った。 艦隊は8月3日にコディアックを出撃。8月7日19時55分にまず駆逐艦が砲撃を開始し、続いて巡洋艦がも砲撃を始めた。視界の悪さなどのため、11マイルの距離からの間接射撃となった。弾着観測のため発進したシーガルのうち1機が2式水上戦闘機により撃墜された。 20時21分に射撃終了が命じられ、アメリカ艦隊は撤収した。この砲撃で8インチ砲弾631発、6インチ砲弾3534発、5インチ砲弾2620発を消費したが、後日撮影された写真から、砲撃は、ほとんどが目標を外れていたことが判明している。この艦砲射撃による日本側の被害は、 水上戦闘機一機破損、戦死者二名であった。日本軍は、アッツ島の部隊を、キスカ島に移動させ同等の守備を強化した。9月になると、アメリカ軍は、アダック島に飛行場を建設し、空襲を強化した。日本軍は、アッツ島及び、キスカ島の守備の強化のため10月から、輸送作戦を繰り返し行った。10月17日には、キスカ島沖にて、 輸送作戦中の駆逐艦、初春、おぼろが空襲を受け、おぼろが沈没、初春が大破した。アメリカ軍のアムチトカ島、上陸1943年1月12日に、アメリカ軍は、従順洋艦インディアナポリスからなる艦隊の支援の、もと、日米双方の守備隊が駐留していなかった、アムチトカ島に上陸した。戦闘は発生しなかったが、 駆逐艦オーデンが座礁し、死傷者が発生した。アメリカ軍は現地に飛行場を建設し、アッツ・キスカへの空襲を強化した。アッツ島沖海戦1943年3月27日に、輸送作戦中の日本艦隊とアメリカ艦隊が、コマンドルスキー諸島近海で遭遇、アッツ島沖海戦が発生した。本海戦の結果、日本軍は、 輸送作戦に失敗しアッツ島の玉砕の原因となった。アッツ島の戦い1943年に入ってからアメリカ軍は本格的な反抗を開始し、1943年5月12日にアメリカ軍約1万1000名がアッツ島に上陸した。自国の領土奪還をかけて大規模な兵力を投入したアメリカ軍に比べて、 すでにこの島の戦略的価値が低いと判断し、増強が行われていなかった日本軍の守備隊は、山崎安代陸軍大災下2665メートはるかに小規模だった。5月13日に、駆逐艦エドワーズ及びファラガットの爆雷と砲撃で、移号第31潜水艦が、アッツ島沖で戦没、4倍近い兵力を持つ、 アメリカ軍の攻撃によりアッツ島の日本軍は29日に全滅した。キスカ島撤退作戦成功もともと戦略的価値が低いと判断し兵力増強を怠っていた。アッツ島の全滅により同じく兵力増強が行われていなかった。キスカ島の維持も困難と判断した日本軍は同等の放棄と撤収を決めた。まず、潜水艦による撤収が行われたが、 被害の増加により中止された。7月7日に、軽巡洋艦2隻、駆逐艦11隻などからなる、撤収部隊が、バラムシル島を出発した。しかし、晴天続きのため16日に収容を断念し、帰還した。7月22日に撤収部隊は再度出撃した。29日に撤収部隊は、キスカに入港し、 霧が発生したためものの何の障害もないままに守備隊を収容して帰還した。この時アメリカ艦隊は霧の中でレーダーに映った日本艦隊に対して攻撃を行い弾薬不足となったため一旦キスカ島の封鎖を解いていた。キスカ島からの撤退に日本軍が成功しもぬけの殻となったことに気づかないままアメリカ軍は艦砲射撃を繰り返した後 8月15日にキスカ島にカナダ軍と合わせて約3万5千名の兵力で上陸した。この際、同志打ちで米華領軍に104名の死者が出た。ありがとうございます。